はいどうも、都市ボーイズの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回私がおすすめするのは今一番怖いホラーコンテンツ。今岸本さんが思う一番怖いコンテンツって何ですか？映画とかまあいろいろありますけど。コンテンツって難しい、はい、いやそうです、くくり自体が、はい、まあでも最近で言うとお化け屋敷とかも、あ、お化け屋敷、ね、コンテンツとしては確かに怖かったと思いますけどね。怖いですね、うん、違います。違う。お化け屋敷も違いますし、もちろんさっき言ったのは僕は映画でもない、うん、僕が今選ぶ一番怖いホラーは、うん、コントです。ほう、コント。コントなんですよ、うん、芸人さんが考えるホラーコント。あー、なんかあったなそれ。これめちゃくちゃ怖いんですよ、うんうん、YouTube というものができて、うん、テレビじゃなくて自由にこれ発信できるから、うんるねうんうん、めちゃめちゃ良作が上がってきてるんですよ。あー、なるほど、うん、あんまりね見てないから、はい、どんなのあるか全然想像つかないけど、ね、うん、古いもので言うとやっぱりバナナマンさんとかが上がってきますよね。あー、はいはいはい、留守電っていうコントがあって、うん、仕事かなんかが疲れたって帰ってきたら、うん、留守電が残ってて、ほんでなんやろうってポチッと出たら、おい何してんの、ちょっとご飯行こうよなんていう、なんか酔っ払ったような留守電なんですよ、うん、はいはい、そっからどん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 、うん、その怖い連中に連れ去られて、うん、であいつ殺してこいなんて言われて、うん、なんか拳銃かなんか持たされて、うん、どうすんねみたいな感じ。だってお前のせいだからな、お前が来なかったからって言って荒れるっていう、うん、どん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 留守電が怖くなっていくって設定なんですよ、うん、これすごい良かったですよね。エスカレートする感じのね、うん、留守電はもう演技力もそうですし、まあねうん、設定台本ももう完璧なんですよ、うん、本当に面白く、なおかつ中も結構笑えるっていう、うんうんうん、すっごいもう秀逸なコントだったんですけれども、はい、それ以外で言うとやっぱラーメンズさん、ラーメンズ、はい、最終っていうね、うん、コントがありましたよね。東京で仕事をしてる人が、うん、花屋だったかな、うん、花屋で仕事してる人が、まあ、地元へ帰ってきて、うん、東京でお前仕事してるのに花屋はねえだろうみたいな、もっと汚い仕事つけよとかって言って、うん、俺は心が汚れてるなとか変わっちまったなって言いたいんだよって話をしていて、うん、なんかあれですよね、体育館かなんかを貸し切ってなんか二人で話してるみたいな話でしたよね。体育館だっけ、うん、体育館の準備室みたいなところで話し合ってて、うん、でその、うん、まあ理科の先生をしていて、うんうん、標本みたいなの作っていて、うん、それがちょっと怖いことにつながっていくっていう、うん、でもう一個僕すごい古い話ですっごい面白いのがあるの、うん、すごい好きなのがあって、極楽とんぼさん、あー、ほう、うん、あの芸人不適合者っていう、あー、あのなんか VHS ビデオね、そう、うん、VHS であったんですよ。これ前後編があって、はいはい、これもすんごい面白くって、うん、生徒にすごい好かれてる名物先生がいると、うん、じゃあそれを極楽とんぼさんが密着してどんな素晴らしい先生なのかちょっとテレビで見せていきましょうっていうのがあったんですよね、うん、インタビューでやっていくみたいな、うん、やっぱ極楽とんぼさんの方が当然人気あるじゃないですか、学生からしたら、うんうん、だから先生じゃなくて極楽とんぼさんばっかりに山本さんとか加藤さんとかって先生なしで二人にわーっと学生が行くんですよ。人気がね、そっちに行っちゃう。したら先生がイライラしだして事件を起こしていくっていう、うんうん、これもドキュメンタリーですよね。そう、フェイクドキュメント走りでしたよね、芸人さんがやるやつでね。あれは今はもう結構早かったね。すんごいんですよ。そういうのやっぱ芸人さんとホラーっていうのは相性がいいんですよね。ホラー、まあホラーね、ホラーです、ホラーです。人コアとかそういったものってすごい相性が良くって、うん、で今、うん、一番怖いホラーコントをする2人がいるんですよ、うん、ほう、コント師が、はい、うん、ジャルジャルさんです。おー、とんでもなく怖いで、リアルすんげー量のコント上げてるよね。そう、毎日上げてますから。その中で愛の言葉ツッコミの会っていうコントがあるんですよ、うん、はいはい。まあ、夫婦がいまして、うん、でツッコミっていうのでコミュニケーションを取っていきましょうよっていう、うん、コミュニケーションの一つとしてツッコミを入れて、それを教えていってどんどんその社会で、うん、まあ、後輩なり先輩なりと仲良くなっていきましょうよっていうものなんですよ、うん、はいはい。まあ、岸本さんもね、うん、以前学生の時にツッコミュニケーションっていう企画を出してましたけど、今うっすら頭よぎってまさにそれです。恥ずかしくなったり、そう、まさにそれなんですよね、うん、最初からもうむちゃくちゃ怖くって、はい、このまあツッコミの回でね、経典と言われてる DVD があるんですよ、はいはい、その中でボケをバンパンパンパン出していくから、うん、みんながそれを見ながらツッコんでいくっていう DVD なんですけど、これが5万で販売していますって言ったら、ちょっとどう言います？ツッコミで例えばですけど、このツッコミのね DVD できます、ボケがたくさん入ってます、これ5万円ですどうぞって言われたら何て言います？高えだろうと。ダメです、うん、同じです。同じミスしてます。いや、そうだろ、ね。同じミスしてます。その、ツッコミの回の中の、動画の中で同じミスしてて、うんうん、みんな、安いだろ！安すぎるよ！って言うんですよ。
あ、そっちなの。そう、これ5万円でも安すぎるぐらいやから、うん、もっと価値あるもんだから、あそこで高えだろなんて言ったら本当に価値がないもんになっちゃうから、うん、呼んであの人夫婦でもって、うん、で、後藤さんが旦那さんで、福徳さんが、まあ、奥さん側なんですよ。で、うん、はいはい、で、もう奥さん側がイニシアチブ取ってる感じですね。口紅真っ赤で単発で白い服着てて、もうすげえ、そうそう、怖いっしょ。福徳さんよくやるわね、女装。呼んでって言って、うん、まあちょっと、太ったおじさんなんですよね。うん、で来て、はいすいません、何でしょうって言ったら、あの、高いだろっていうツッコミ、間違いだから。うん、安いだろだから、うん。あの、価値がないように思われるでしょ。うん、何言ってんのあんた。間違いだよ、ツッコミが。じゃあ、練習しましょうか。できてないから。うん、それではこちら、5万円です。何してんの、ツッコめよ、お前。あ、すいません。この、ボケが入ってる DVD。うん、5万円です。安いだろう。何やってんだよ、お前。もっと、テンション上げてツッコまないと、お前。わかりました。5万円です。安いだろう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 ってずっとやっていくんですよ。うん、それをずーっとなんかね、ちっちゃーい隅っこの方でやらされるんですよ。安いだろう。安いだろう。安いだろう。どんどん狂っていくんですよね。刺激が重くなってきた。そうなんですよ、うん。それ以外にも、うん、ツッコミの水っていうのを売っていて、うん、なんか言霊の入ってる水って言って、さあ、じゃああなたが欲しいツッコミはどないやねん。わかりました。どないやねん。バーって水汲んで、うん、はい、5万円。ツッコミを入れている水を飲ますんですよ、うん、そしたらその生徒側に移るんですよ、次が、うんうん、で生徒にインタビューしてて、うん、はい、どうでしょうこのツッコミの水みたいな、あのね、僕はね、これを1日かけて飲むんですよ、うん、というのもね、まあ、1日かけて飲むことによって、うん、はっきりし飲むと排泄物として出るじゃないですか、うんうんうん、だからそれをゆっくりゆっくりゆっくりということによって長くツッコミの水を体に浸透させていくんですよね、うん、もうほんまに信者なんですよねやばいね。でその中で摘発が起こるんですよ。摘発、はい、というのもツッコミの水っていうのを売ってるけど、うん、それって詐欺じゃねえか5万円で、うん、とかちょっといろいろ事件になっていくっていうのがこのツッコミの回なんですよ、うん、めちゃくちゃ面白いですよほんまのだある団体のなんかそのインタビューというかドキュメンタリーに見えて、なおかつその回っていうのが、あの摘発を受けてどうなっていくかっていうラストも結構リアルで、うん、団体ってこういう風に、まあ、始まって消えていくんじゃないかなっていうのがすごい綺麗にオチもついてて面白いんですよ。なんかドキュメンタリータッチのね、うん、いわゆるなんかまあなんだろうな、放送禁止シリーズじゃないけど、うん、そうですね、ちょっとそのね、うん、それに近いです。最後どうなるのか分かんないみたいな感じの、はい、そうですね、空気感。どっちもの演技がとんでもなくうまい。うまいよね、うまい、確かに。うまいんですよ。みんなうまいだな。そうそう。で、これ一本あるんですけど、うん、もう一本あるんですよ。うん、もう一本が、誰もいない学校で、外れの先生に追い詰められるやつ。ほうっていう、ちょっと長いんですけど、タイトルはね。うん、ね、これが一番好きなんです、ジャルジャルさんのコントの中で、そのアイランドの中に、まあ、収録というか、配信されてるもので一番面白いなと僕は思うんですけど、うん、ですね、後藤さんと、うん、あと、東って言われる同級生がいてて、うんうん、で、カメラ向けられてるんですよ、うん、後藤さんはね、うん。で、学生服着てて、どうも、あ、もう始まってるって言って、うん、なんか生配信っぽくやってるんですよ。はいはい、というのも、自分がね、あとまあ数ヶ月後とか数週間後に、まあ、学校で撮ってるんですけど、うん、その学校で同窓会やるから、うんうん、学校がどういう風に変わったかっていうのをあらかじめ入って、うん、生配信で見せることによって自分の同級生がどういった反応を見せるかみたいな遊びでやってるんですよね、はいはい、下見で行ってるみたいな、うんうん、で入っていって、うん、今日誰も学校いないんだよな、うん、いないよいないよみたいな話してるんですよ、うん、でトイレ行ったりとか、自分がまあいた1年3組やったかな、うん、クラスを見に行った、こんなに机ちっちゃいんだなって話してるんですけど、もうすっごい絶妙なタイミングのここにいたら怖いなっていうところに福徳さんの顔だけがあるんですよボンボンボンって、それを後藤さん気づくんですよ、うん、あ、神保だって言うんですよ、うん、自分が学生の頃に結構痛い目見せられた、うん、まあ、ちょっと変わってる先生なんですね。先生なの？そう、先生なんですよ、うんうん、でも学校には誰もいないんですよ、鍵も開けたから自分で、うんうん、いないはずなのに、その神保先生がちょこ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 出てきて、うん、後藤さんと東さんって人を追い詰めていくって話なんですよ、うんうん、すっごい怖いですよこれすごい設定だね。日々反省、日々成長って言って、どん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 大声を上げて、どんどん追い詰めていくって話なんですけど、それが、すんごい、本当に、
ホラーなんですよね、うん、ちょうどいいところにいるんですよ、うん、でこれが一番すごいなと思うのが、うん、こう生配信なんですよ。え、びっくりしません？すごい、それはすごい。これ全部生配信なんですよ。マジで？ワンカットで撮ってるんです、全部を。それすげえわ。終わりまで。あ、それはすごい。ホラーを1個間違えたら終わりなんですよ、うんうん、生配信。それはマジですごい。だから、うん、少しでもスピードが例えば遅れてそこにいられなかったら、うんうん、中1個潰れるんですよ、うんうん、それを完璧に間違えんとやってんすよ。はあ、でもはあ、確かにな。ジャルジャルさんってさ、はい、すげえ難易度高いネタやるじゃない。そうそうそう、その1個間違えたら終わりっけ。ドネシアとかね、そうそう、前鎮とかありましたけど、でそれで僕がこれ、あ、面白いなと思ったのが、うん、あのこれ本当に生配信でやってるんで、うん、学生が、同級生が見てるみたいなチャットで後ろとかって言えるんですよ。ああ、はあ、はあ、はあ、参加できるんです、ね、参加できるんですよね、うんうん、で時々、うん、この後藤さんがチャットで会話してくれるんですよ。うん、やっぱそうだよな、うんうん、言ってる神保いるよなとかって言って、うんうんうん、そのもうリアル感がとんでもなくすごくって、すごい、全部がちゃんとコンテンツとして成り立ってるんですよ、うん、完璧な、うん、それすごいわ。参加型になってて、うん、っていう、本当に素晴らしいです。コントとしてもすごいし、うん、笑えるし、怖いし、ちゃんとで自分も参加できたし、リアルタイムで見れればね、うん、だこれリアルタイムで見たかったなってほんまに思いましたね。それ総合的なアイデアから、うん、そのクオリティからすごいね、多分。そうなんですよ、完見てねえけど完璧です。もうちょっとすげえと思ったわ。マジで見てほしい、うん、もう本当面白いし怖いんで。それでもめちゃくちゃ相性いいかもね、うん、そうですね、うん、うん、ジャルジャルさんがやるっていうのもそうだし、うん、ホラーっぽいコントにするのもすごい相性いいかも、はい、でこのジンボさんっていうのは、あ、すげえそれ、この動画だけでなく普通にコントとかにも出てきたりとか、だから名物コントのキャラクターなんですよね、うんうん、それをリアルで、まあ、生配信で使ってっていう感じでやってて、これもとんでもなく面白いんで、ジャルジャルさんのホラーコント見てください、うん、はい、すごいっす。Jホラーの人たちは見習うべきところが多いかも、はい、演技もとんでもなくうまいし、うん、なおかつ笑える面白いし、なんかトークできないってよく言ってるじゃないですか、二人、うん、なことなくってトークとんでもなくうまいんですよね、うん、あれ言ってるだけで、うん、そうそう、トークすんごいうまいから、僕芸人さんとしては結構パラメーター万能じゃないかと思ってるんですよ。コントも漫才もすごいし、うん、トークも実はできるし、うん、で大喜利みたいなのも実はできるしね、うん、そうすんごいから、これどんどんジャルジャルさんまた売れていくんじゃないかな。今売れてますけど、どんどんまだまだ売れていくと思うんで、ホラーというコンテンツというね、うん、観点でもまあジャルジャルさんを見てほしいなという今回はおすすめでした。まあ、そうやって見てる人はいないだろうけど、本当に面白いですから、すごいわそれでも、はい、本当に今感心したお話聞いてるだけで、本当にすごいんで、うんうん、ぜひ見て。じゃあ、はい、チャットも残ってるんですよ。あ、まだ見られるんですか。チャットも残ってるんで、それをちょっと見てみよう。チャット見ながら、何分ぐらいあんの？25分。あすげえ。きちっと全部やってますから、25分。ちゃんと怖いんですよ。すげえわ。そう、すごいっす。はい。集中力とか。ちゃんと細かいとこ。で、その二人も、下見終わって、うん、音楽室に自分が学生時代に書いた、うん、あの、アイアイ傘があるんですよ。うん、その、アイアイ傘を見に行こうっていう設定とかもあって、はい、ちゃんといろんな教室を回る理由付けもきちんとできてるんですよ。ただただ回ってるだけじゃなくて、そういうちょっと恥ずかしい過去を見に行こうっていうのもあって、笑いながら話しながら行くんだけれども、自分たちだけでちょくちょく分かるんですよ、うん、でも本人気づいてないんで、自分たちを見てて気づかないパターンもあるんですよね、うん、気づかないかもしれない。だから注意深く最初から見てってると、いろんなところに福徳さん隠れてるんですよね。本人も気づいてない場合があるんで。だからアーカイブとしても楽しめるよね。そう、全部見つけられるかなっていう。もう一回見直してってね。面白いし。コインブできてるわ、めちゃくちゃ面白いです。ぜひぜひ見てみてください。うん、ちょっとタイトルが長いんですけど、うん、誰もいない学校でハズレの先生に追い詰められるやつっていうのと、僕が面白かったのが、愛の言葉ツッコミの回ですね。他にもたくさん怖い、コントを、はい、ジャルさん出しているので、そちらも見ていただければなと思っております。以上です。でした。でした。はい、ということで、我々サブチャンネルもやっております、としみなTチャンネル、ぜひそちらも登録お願いします。します。でさらにニコニコチャンネル、としごいずの秘密クラブ、こちら会員制でやっております、ぜひこちらも登録お願いします。はい、お願いいたします。我々1億人突破目指しております。1億人突破しました。やっぱ僕らもやりたい。いや、やりたい、思ったわ。めっちゃいいっすよね、これ。すげえ久しぶりに創作意欲が湧くって思ったわ。そうでしょ、アイデアだけで。そう、本当にやってみたいって思ったな。あの2人ってすごいんですよ。ちょっと毎日あげるだけでもすごいんですけど、やっぱアイデアがもうほんとすごいんですよ。
なんかさ、思いつかないところを行くよな、うん、あの人たち。そう、そうなんですよ。で、ちゃんと笑えるんで、全部が。天才だと思いますね。ちょっと僕らもね、挑戦してみようと思います。これはちょっと面白い。はい、はい、そうです。ありがとうございました。